皆様こんにちは。阿蘇市長の佐藤義行です。さて、早いもので平成21年もう半年を過ぎました。そして7月に入りました。先般6月の市議会の定例会で私の2期目が始まり、そして施政方針演説を行いました。その中で最も大事な政策を予算化することができました。本年度におきましても魅力ある希望の持てる阿蘇市に作り上げていくための政策に職員一同積極的に進めてまいりたいと思っています。今国内は非常に厳しい景気であります。市民の皆様一人一人の思いを大切に、引き続き市民の方々が安心して暮らすことのできる安全な街づくり、命を大事にする街づくりを目指し、市民の方々と一緒に頑張っていきたいと思いますので、今後ともご協力ご理解をお願いをいたします。本日私はリゾートホテル阿蘇憩いの村アジサイ園に来ています。ここには20ヘクタールもの広大な野外公園内に薄い青色やピンク白といった6000株の美しいアジサイがたくさん咲いており、毎年多くの観光客の方々が訪れています。これだけのアジサイの花の中におりますと本当に癒されますが、花は7月中旬まで見頃となっております。期間中は公園の入園料が無料となりますので、ぜひ遊びにおいでください。さて、夏休みも間近になりました。阿蘇市から指折りの情報として、阿蘇田園空間博物館事業であります阿蘇市をサルク会の取り組みをご紹介いたします。雄大なカルデラに包まれた阿蘇市全体を屋根のない博物館に例え、先人から受け継がれてきた歴史、文化、景観などの地域資源、すなわちサテライトを展示物に見立て、そのサテライト巡りで多くの方々に紹介するものです。阿蘇をもっと知りたい、阿蘇の人たちと触れ合いたいという方にはぴったりの催しです。それぞれのサテライトを地元の方々がご案内をし、時には手作りのお昼ご飯をいただくことができます。先日は特に頑張っていただいたサテライトの表彰式が行われ、今回は波野の奈良木の服が阿蘇づくり大賞に輝きました。名所父の木をメインに地域の良さを伝える努力を惜しみなく発揮されました。阿蘇市ではこのような取り組みが市内のさまざまな地域で進められており、阿蘇を訪れる方々にもっと阿蘇の魅力を感じ再発見していただけるようおもてなしの心でお待ちしております。ぜひこの夏は阿蘇市をサルク会にご参加いただきたいと思います。また阿蘇田園空間博物館では電空サルタ塾と題した阿蘇を知るセミナーを道の駅阿蘇で定期的に開催しております。セミナーでは阿蘇の歴史や自然について専門家が詳しく説明を行っており、毎回とってもためになる話が聞け好評です。どなたでも参加できますので、
ぜひ受講していただければと思います。今月から夏の行楽シーズンを迎えますが、愛妻の花や雄大な阿蘇の自然とともに皆様のお越しを心からお待ちをいたしております。